LBE Radio, Lakeside FM Station. We're gonna have a great time together. This is Charge. 時刻は5時31分回っています。チャージ火曜日、岩田泉が生放送でお送りしています。さあ、改めて。この時間ゲストが来てくれています。お名前お願いします。はーい、 SK48 チーム K2、 そして NMB48 チーム B2、 兼任のチュリコと高柳あかねです。よろしくお願いします。イエーイ。まあ、この拍手の音ももちろん、うん、今日一の大きい拍手ですし、外にいる人の拍手も今日一の大きい拍手ですかね。うん、すごい心で聞いてるよ。3時からね、もうこのサテッサの前に集まってくれてる人、あ、本当に、もう最前列の人たちはもうほぼもう3時台からありがとう来てくれておりました。で、うちわ振っている方はずっともううちわ振って、本当にありがとう。ここに来る前に、はい、FM 滋賀にいたんですけど、うん、ずっとこの番組が流れてて、はい、イズミンが、うん、チュリちゃんこの後来るからねみたいな話をしてくれてて、うん、いろんな、何、うちわとか持ってる人とかもいるよって言ってて、はい、誰なんですか。しかもその時イズミンが、うん、ほら、うちわ持ってる子もいるしねって言ったからあ、小さい子が来てるんだと思ったら違った違いました。大きな、大きなお兄さんでしたそうでした。ありがとうございます。いや、本当にね、みんなサイリウムをしっかりと、はい、ありがとうございます。光らせて、ね、綺麗に見えてくる時間になってきましたね。だんだんね、うん、光が落ちてきて、ありがとうございます。本当にたくさん来ていただいておりますけれども、うん、まず、うん、めちゃめちゃ気になっていることが、はいはいはい、体調は大丈夫ですか。 ありがとうございます。だいぶマシになりました。本当ですか、はい、いや、よかった。本当にね、うん、滋賀に今日来ている皆さんも、ね、めちゃめちゃ心配だと思いますが、ね、このまま倒れてるわけにはいかないんですよ、うん、明日久々にチーム B2 の公演に出ることが決まったので、うん、NMB の、ね、そう、兼任解除発表されて以来1回目なんですけど、うん、そうです。だからこの後、うん、名古屋に戻ってからも私まだちょっとやることが、レッスンしないといけないので、もうだって2ヶ月ぐらい出てないんですよ。そう、だからちょっと、そうか、全然、お、シャボン玉が飛んでる。本当だ、シャボン玉が飛んでいる、うん、そうなんです。だからこの後もまだやらなくちゃいけないので、倒れてる暇はないという感じで頑張ります、うん、そうなんですね。はい、写メ会は参加した、うん、しましたということやね。いっぱい写真撮りましたよ。お、え、うん、ちなみに、あ、一体と、お、あ、違うんかい、違うんかい、違うんかい。ちなみに髪の毛も前回は、うん、まだ染めていて、そうなんですね、茶色かったんですけれども、なんですけど、もう黒に戻っております。真っ黒黒すけですね。ねえ、はい、ちなみに真っ黒のチュリちゃん、はじもう久しぶりに見ますっていう方も、あ、ほとんどやね。そっか、ありがとう。俺は私が握手会を休んだせいかもしれないけどねすいませんね、元気ですので。よかった、ね、真っ黒になりましたね。で、明日 NMB48 の劇場での公演があるということなんですけれども、うん、はい、一旦名古屋に帰って。そうなんです。ずっと関西におるってわけじゃないんやね。あ、私もさっき思いました、ね、あ、このまま泊まったらそのまま NMB 行けるじゃんと思ったけど、うん、でもまあ頑張ります、一回名古屋から、はい、いや、明日のね、公演も楽しみにしている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、はい、もうたくさんメッセージも来てまして、ありがとう。ティータン、ティータンさん、ティー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 、8.6 秒バズーカさんみたいな人、ね、そう、なんか BKB さんみたいな感じ、ね、TBF も似てるかも両方合わせたみたいな、うん、色違いみたいな感じですよね、方がね、はい、いらっしゃいますが、はい、今日は高柳あかねちゃんが公開収録に来るということで遊びに来ました、はい、ありがとう、目の前にいる。前回は大学を休んできたのですが、うん、今日も大学休んできちゃいましたということで、ちょっと待って、もういいか、いいか、まあいいか、まあいいか、まあいいか、ちょちょ、まあいいか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 、いや、でもね、もうチリちゃんに会いたかったと、ありがとうございますよね。ね、すごいね、頭にサイリウム刺して、うん、タオル巻いて、タオル巻いて、T シャツも私なんですけど、持ってるうちわだけなぜかアイリンなんですね。あれ？卒業の時のですね。ありがとうございます。そっか、そっか、もうアイリンは卒業、卒業しちゃいました。いや、もう大泣きで。はい心置きなく泣かせていただきました。あの日はもう後悔のないようにそうやね、はい、そっか、楽しかったですね。あ、本当に、はい、よかった。でもまあアイリンはアイリンで、うん、次になるまた夢が、はい、そうなんですよ、うん、あるもんね。そうなんですよ。
岡山の拓厄会さんからは、うん、いつも楽しく聞かせてもらっております、うん、ありがとうございます。おそらく今日も仲間が言っていると思います。あれこれ前回聞いたからないのよ前回もあったし、うん、前回も来てた方ですよね、うん、そうですね同じですね同じ流れですね同じでした。ありがとうございます。ですねキリちゃん、キリちゃん、はいはい、おありがとうございます。実は、はい、今日、うん、誕生日なんです。おめでとうはい、じゃあ外にいる皆さんも一緒にせーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアキリちゃん。もういいか、はい、ありがとうございますおめでとうございます。すごい誕生日にチリちゃんを目の前で見られるなんて本当に幸せです。といやセンターポジションあたり獲得しますからね。ありがとうございます本当にちなみにね、うん、三重県のベイラブさんは先週の土曜日、うん、25歳のお誕生日を迎えました。ここにいるわけではないんだ。そうなんですよね。おめでとうございます。おめでとうございます、うん、これからもチュリちゃん応援してますよと。うんありがとう。私も応援してるよ。ちなみにですね続いてねいちびこさんからいただいておりますが、今日はそちらには行けないんですが、うんまあ、スタジオの中前はえらいことになっているんでしょうねということで、うん、もう人がいっぱい来ております。えらいこちゃえらいこちゃ。お家でいちごをパックに詰めながら聞いてますと。お仕事中なんですね。そういう農業的なことしてるんですかね。え岐阜県からぜひ今すぐいちご持ってきてくれてもいいんですよだよねさちなみにさっきちょっとブレイクタイムがありましたが、はい、チュリちゃんは何をしてたのですか。あのですねなんか差し入れにたくさんパンが置いてあったので、うん、その中からあの明太子フランスパンを頂戴いたしましてパクパクと食べておりました美味しかったです。さっきあのこのサテスタの外にいる人に、うんうん、あのチュリちゃんまた戻ってくれって言って、うん、パン食べてくるからっていうね、うん、そうそうジェスチャーをしてたんやけどみんな分かった。分かんないよねあ難しすぎるよなパン食べてくるねじゃってこの中で一人で言ってましたはいそうなんですよ。実はねそうやったんです。好きなんです明太子フランスパン、ね、美味しいですよね。美味しい、うん、ちなみにもう一個来ました、うん、チュリちゃんに渋滞中の青学って読むのかな、うん、今日は部活が休みなので息抜きということで生放送見に来ています、うん、お青学あ青学青学で合ってる読み方。あーよかったよかった。青学っていうのはあれですか、メガネの縁が青いから青学ですか正解。正解。違う。ちょっと違う。ごめん違ったごめん。先々週の時は応援メッセージありがとうございました、うん、めちゃめちゃ嬉しかったですと。ですねちょっとこれえ実はね偏差値が偏差値がへへへちょっとびっくりしてる。めちゃ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 頭いいですね。偏差値が75超えしちゃいましたって書いてある、うん、偏差値周りのみんなが、うんま、見るっていう平均ってどれぐらいなんですか。まあ、偏差値50あれば頭いい方よね。ひょー青学やるすごい。偏差値の高さもわからない高柳ですねいやすごいですよ。すごいの。ちなみにね、うん、アルティメットゴリラくんは今日はねゴリラくんそういつもねいつも来てくださってる。そう、ね、今日はねちょっと大学があったから大学生そう行けないんですということなんですけど偏差値送ってくださいお前教えて土曜日にあった写真会、うん、楽しかったよとおありがとうありがとういただいておりますね。ありがとうね。12月の K さんからもねまたメッセージいただいてますよ、うん、まさか2回連続でチュニが来ると思ってなかった。髪の毛の色も変わってるしということで明日の B2 公演頑張ってねー、うん、と頑張るよいただきました。私がここについて黒髪を見てから送ってくれたんですかメール。違うんかいあらかじめかいあらかじめでしたありがとうございます。あらかじめでした、はい、ね質問来てますね、うん、シードタンさんからです、うん、何か滋賀で美味しいもの食べましたか。食べてない、ね、さっきのパンフランスパン明太子フランスやわ。船寿司でしたっけ。あ船寿司船寿司食べてみたいですね。一度食べてみてください。一度食べてみたいです一度食べてみてください。一度でいいんですか。うん一度食べてみてくださいあそういう感じ何度もじゃなくてとりあえず1回みたいな。とりあえず1回食べて、まあ、好きか嫌いかはチュリちゃんにちょっと決めてもらえたらなという感じで。じゃあ次こそは食べて帰りたいと思います。食べてみてくださいね、うん、ちなみにですね、続いてはりょうちゃんさんからは、うん、NMB との兼任が解除されてしまいましたが、うん、もしよろしければ、うん、もしよければ兼任してきた一番の思い出を教えてほしいなと。なんだろういろいろありすぎるかな。おいろいろありすぎる。今日来てくれてるんや。えなんか後ろにいる今ちょっと
ユニフォームあげたら鳥谷のユニフォームやった。鳥やから鳥つながりね。その鳥のために持ってきてくれたんだね。ありがとうございます。すごいね。そうだな、うん、思い出はでもたくさんありますよ。おでも、うん、そんなにめちゃくちゃいっぱい公演出れたわけでもないし、うん、コンサートツアーも何回かしか参加できなかったんですけど、うん、でもツアーが決まった時も、うん、みんなで一緒に、セットリストを考えたんですよ。でもセットリストを考えるための時間がそんなになかったので、うん、なんか東京で AKB さんのコンサートかなんかあった時に、うんうん、あのリハーサル期間で1週間ぐらい泊まりの期間があったんですよ。その時に1日 B2 のみんなで集まって、うん、バーベキューをしたんですよ。バーベキューしながら、うん、室内バーベキューみたいなところで、すごい、あの室内のところのちょっとなんて言うんだろう、庭みたいなところでバーベキューをしながら、うんうんうん、でも室内に食べ物を持ってって食べるみたいな感じだったんですけど、うん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 、そこでみんなで会議しながらワイワイして食べたのを覚えて、すごいいい思い出。でも、もうこれ一つじゃない、うん、本当に一回一回の公演も本当にだし、うん、その思い出が一個というよりはその一回一回公演とかコンサートを重ねるたびにみんなが心を開いてくれてるんだなっていうのを、開いてきてくれてるんだなっていうのを感じられるたのがすごく幸せだったというか、これからだなって思ってたのですごい寂しいんですけど、そうよね、はい、これからだなって思ってたけど、でもまだいつ最後だとは言われてないので、うん、はい、少しでも伸ばしていただけるように、少しでももう少しでも入れるように、はい、頑張りたいなと、本当に、はい、思います。じゅんちゃんは仕事無理やり終わらせて今から向かいます、間に合うかなと。来てる来てる、4時に来てるよ。ありがとう、来てる、無理やりでしたね、無理やり終わらせてきた、ちゃんと終わらせてきた、途中で終わらせ、あ、微妙な顔してる若干もういいや明日でいいやみたいな感じになってるかもしれない、ちょっとあったかもしれないねありがとうございます、来てくれて。さっきのアルティメットゴリラク、あの大学生って言ってた、あの偏差値はどんな系かなと、偏差値は言いたくないですって。早っ、返事早っツイッターでもう来ましためっちゃ早っ、はい、たくさんねいただきましてね、うん、メッセージももう本当にもうさっきからね、スタッフのベンちゃんがこうメールをくれるんやけど、もうどん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 来るもん、メガネのベンちゃん、すごい。あ、着ぐるみメタボヤッチさんからですね、質問ですが、イズミンがよく、うん、チュリちゃんのバーターになって有名になりたい、有名になりたいって言っていますチュリちゃんのバーターになるためには何が必要でしょうかということで、じゃあ、はい、一回 S 曲 N 曲やってみます。お私のかっこかっこ何々っていうのも一人でおバーターでもそれやったら絶対チュリちゃんファンにも怒られてしまう。大丈夫です大丈夫です、こっそりチュリチュリって言っとけばバレない大丈夫か、ピュピュって言ったら分からないかもチュリチュリで、あ、チュリチュリでチュリチュリやったら大丈夫かな、はい、大丈夫だと思います。ちょっとじゃあ本当に言ってるんですか、ちょっとオンエアでちょこちょこチュリちゃんのバーターでちょっとテレビに出たいなみたいなとかいろいろ言ってたし、じゃあもっともっと有名になれるように頑張りますね。いやいやいや、私も頑張っていきますありがとうございます。時刻はですね5時44分回っているんですが、うん、この後6時になってもチュリちゃんと一緒にお話をしていこうかなと思ってますが、6時台の最初にはパルコファイブカラーズというね、あの電話をつないだだけで映画のチケットが当たりますよという、そんなコーナーがあるんですが、まあ、チュニちゃんも一緒にいますので、チュニちゃんと私と3人で、はい、お話、うん、していきたいなと思うので、うん、ユナイテッドシネマオーツの映画のチケット欲しいなという方はですね、電話番号を書いて、うん、さてアットマーク e-radio.co.jp まで送っていただければ、この後6時に電話つなぎますので、はい、チュニちゃんと私と3人で電話していきたいなと思います。ではまた6時に戻ってきますので、皆さんそのままラジオはそのままでお待ちください。